何か他の言い方はないかな。そういう時は素直にご鑑賞くださいで大丈夫だと思うわ、美咲ちゃん。あ、音無先輩。言葉遣いって難しいけど、一番大事なのは気持ちを伝えることだから、それを忘れなければ大丈夫よ。大事なのは気持ちを伝えること。そうですよね、わかりました。ありがとうございます。今日の試写会に向けてだいぶ気合が入っているようだね、青葉くん。社長さん、プロデューサーさんもお疲れ様です。はい、今日の私は気合が入ってます。麗しの乙女たちが集う女学園、そこで繰り広げられる青春ドラマ、もちろん私も大好物です。憧れの先輩をお姉様と呼ぶ世界、うーたまりません。お姉様、なんだか素敵です。あ、じゃあ私にとっては音無先輩がお姉様ってことかも。美咲ちゃん、ダメよ、言葉遣いにはもう少し気をつけた方がいいわ。はい、何かおかしかったですか？おかしなところはないんだけど、なんていうか、その言い方だと勘違いさせちゃうというか。アイドル諸君の晴れ姿、しかと目に焼き付けることにしよう。それじゃあ私も準備しなくちゃ。音無先輩、行かなくていいんですか？よく考えれば私たちも先輩と後輩、この関係性盲点だったわ。でも本日は新作ドラマ「セントミリオン女学園」試写会にお集まりいただきありがとうございます。少女たちの淡い青春の1ページ、どうぞ最後までごゆっくりご鑑賞くださいませ。とした挨拶が朝露を乗せた葉を揺らす。ここは乙女たちの集う名門、セントミリオン女学園。学び屋で気品を育み、庭園にて優美に歌う。日々を謳歌するため、今日も乙女たちは門をくぐるのです。皆さん、おはようございます。
の始まりは元気な挨拶からですわよ。おはようございます。あら、静か。今日は本を読んでいないのね。おはようございます、ユミ。本なんて読めるはずないでしょ。特に今日みたいな賑やかな朝はね。言われてみれば、今日って何かあったっけ。一年に転校生が来るらしいわ。みんなその話題で持ちきりよ。でも1年生なら私たちには直接関係ないでしょ。そうね。けど私たちも2年生なんだし、そろそろ後輩や自分の立場を考える時期なのかもね。ねえ海、あなた次のミスラベンダーになるんでしょ。わからないな。生徒会長になるかなんて言われても正直ピンとこないし。でもお姉様と同じ名前、ミス・ラベンダーの名前だけは欲しいかも。私たちが姉妹だったってことの大切な証だと思うから。海は本当にミス・ラベンダーのことが好きなのね。もちろん。私が将来ラベンダーの名前を継いでも、私のミス・ラベンダーはあずさお姉様だけよ。今朝はなんだか賑やかですね。生徒たちが浮き足立っているみたい。ああ、転校生が来るからでしょうね。登校中の生徒はみんなそのことを話してましたよ。ミス・ラベンダー、私たち生徒会は今までそのために全校集会の準備をしていたんですよ。穏やかなのは結構ですけど、もっとしっかりしてくださらないと。生徒会長なんですから。あら、そうだったわね。セントミリオン女学園の新しい仲間、どんな子なのか楽しみね。ここが今日から私の通う学校。よし、頑張らなくちゃ。転校生って全校集会で紹介されるんだ。なんだか緊張するかも。そんなに緊張しなくても大丈夫。学園長も先生方も優しい人たちだからね。ありがとうございます。木下さん。クラスメイトだし日向でいいよ。わからないことがあったら何でも聞いてね。ありがとう、日向さん。私は中谷育って言います。よろしくね。そろそろ生徒会長の挨拶が始まるね。今壇上に上がった人、あれが生徒会長だよ。この学園の生徒会長はミス・ラベンダーって呼ばれていて、みんなの憧れの存在なんだ。ほら、ミス・ラベンダー。あずさお姉ちゃん。今の声もしかして。あ、会長。まあ、やっぱりイクちゃんね。こんなに大きくなって。あのごめんなさい。私急に大きな声を出したりして。そんなこと気にしなくていいのよ。それよりどうしてこの学園に戻ってきたの？会長、
朝礼中ですよ。早く壇上に戻ってください。まあいけない、そうだったわ。それじゃあいくちゃん、また後で。びっくりしたけど、本当にあずさお姉ちゃんだ。全然変わってないみたい。ミス・ラベンダン、海、あなたあの子のこと知ってるの？知らない。失礼。あなた、そう、そこの転校生さん、少しお話しさせていただけるかしら。え、わ、私ですか？あ、イクさん、この人は会長さんの妹で2年の高坂海さん、次のミスラベンダー候補だよ。妹？でもあずさお姉ちゃんに妹はいなかったと思うけど。セントミリオン女学園には後輩が立派な乙女になれるよう先輩が指導する姉妹制度っていうのがあるんだ。3年生には花の名前がついていてね、妹の後輩がそれを引き継いでいくんだよ。そうなんだ。あなた、ミス・ラベンダー、私のお姉様と旧知のようでしたけど、どういうご関係？私、あずさお姉ちゃんとは幼馴染で。あずさお姉ちゃん、昔どうだったかは知らないけど、あずさお姉様は我が校の生徒会長なのよ。あずさお姉様をお姉様と呼んでいいのは私だけ。一般の生徒はミス・ラベンダーと呼びなさい。ちょっと海、何をしているの？あなたたちもう行った方がいいわ。はい、教室に戻ろうか、イクさん。なるほどなるほど、幼馴染、これはスクープですよ。ウフフ。もう驚いた。下級生、それも転校してきたばかりの子をいきなり怒鳴りつけるなんて。海、あなたは次のミス・ラベンダー、つまり生徒会長候補筆頭なのよ。影響を考えて行動しなくちゃ。だって、泣くにしてももう少し慎みのある泣き方を。幼馴染だろうと関係ない。私とお姉様の仲を邪魔するならこっちも邪魔してやる。なんだかえらい目にあったね。イクさん大丈夫？ありがとう、ひなたさん。ちょっとびっくりしたけど、もう大丈夫。そう？それならいいんだけども、この感じだと賑やかな日がもうしばらく続くような、なんだかそんな気がするね。ミス・ラベンダー、あなたの一挙手一投足は生徒に注目されていること認識してくださらないと。そうですよ。それとあの中谷育という転校生のこと、
私たちにもきちんと説明してくださらないと。そうね、それはもちろん説明するわ。私とイクちゃんがね、あの転校生のことお姉様に聞いてもいいのかしら。でも、まあ海ちゃん偶然ね。私、海ちゃんとお話ししたいことがあったの。あ、はい。あの、私もお姉様にお聞きしたいことがあって。あ、もうどこに行ってたんですか、会長。会議が始まってしまいますよ。わかったわ。海ちゃん、転校生のイクちゃんと仲良くしてあげてね。今日は教職員の方々も参加されるんですから、会長が遅刻なんてありえませんよ。さあ、早く。え？私が、あの子と仲良く？こうなったら、あの一年生があずさお姉様と会えないようにいたずらしてやるんだから。中谷育の下駄箱は、あれどこかしら。あ、あの香坂さんですよね。おはようございます。すごい悲鳴、海だったの？もう、はしたないことは控えるよ、言ったばかりなのに。だって、下駄箱におもちゃの蛇を仕掛けようと思ったら、あの中谷育が。あ、海、次のミスラベンダーになりたいなら、少しは落ち着いて行動しなさい。けど、あの中谷育って子、今日はやけに見かけるわね。海と何か話したいのかも。中谷育が、どうして私と？わからないけど、やっぱり、ミス・ラベンダーのことかしら。ミス・ラベンダーからは、何か聞いてないの？全然。お姉様、最近いつもあの子と話してるから鉢合わせないようにすると全然会えなくて。あ、もしかしてそれが目的？私をお姉様から遠ざけようとして。まさか、考えすぎだと思うけど。いいえ、きっとそうに違いないわ。ちゃっかり自分だけお姉様との音声を楽しんで、許せない。はあ、そういえば前から疑問だったけど、海、あなたどうしてそこまでミス・ラベンダーにこだわるの？そりゃ素敵な方だとは思うわ。思うけど、私のお姉様だって決して負けてないはずだし。素敵とかそういう理由じゃないわ。あずさお姉様だからよ。小さい頃に出会った私の大切な人。小さい頃、
海が転入してきたのは10歳だったかしら。次の年に私と同じクラスになったのよね。うん、帰国子女でこの学園にうまくなじめなくて、毎日のように泣いていた頃、お姉さまと出会ったの。あの時お姉さまが声をかけてくださらなかったら、私は今でも一人ぼっちだったかもしれない。だから私決めているの、あずさお姉さまのためなら何でもするって。そう決めたのに。転校生、弱点はないのかしら。どうにかしてサムリを入れたいけど。あ、友達と話してる。情報をゲットするチャンスだわ。もう海ったら、会話を盗み聞きなんて品がなくてよ。見逃すのは今回だけですからね。ラベンダーとイクさんは本当の姉妹みたいに過ごしてきたんだね。うん、私ね、今でも覚えてるんだ。小さくて泣き虫だった頃のこと。何でもないことで泣いちゃっても、あずさお姉ちゃんはすぐ来てくれて、優しく慰めてくれたんだ。ミス・ラベンダーは学園でもみんなに優しいよ。リクさんとずっと一緒だったからかもしれないね。あの子とずっと。じゃあお姉さまが本当に優しくしたかったのは私じゃなくてあの子だった。ちょっと、そこの転校生、中谷育さん。はい。聞きたいことがあるの。あなたと、それからミス・ラベンダーにも、至急、会わせてくださる。あずさお姉ちゃん？私じゃなかったんだ。本物が戻ってきたから。お姉さまは私がいらなくなっちゃったんだ。ずっと勘違いしてたんだ。本物は転校生の方、私の方が偽物だったんだ。しかしまさかあの転校生と会長が幼なじみだったとは。そういうことなら今までの会長の謎行動にも納得はしませんけどね。やっぱり生徒会長ともあろう人が朝礼中に壇上から飛び降りるだなんて、立場をわきまえた行動をしてください。まあ副会長、それで事情は分かりましたけど大丈夫なんですか？ん？大丈夫って何が？何がって高坂海のことに決まってるじゃありませんか。あの子は会長のことをとても慕っていますけど。ええ、海ちゃんはとってもいい子なの。きっと、イクちゃんとも仲良くなってくれると思うわ。え？あの、本気で言ってるんですか？何か、いけなかったかしら。ダメだこりゃ。だって、私たちは、もう3年生ですもの。
後に残る人のためにできる限りのことをしていかなくてはね。それはもちろんそうですけど、私だってできるだけのことはしてあげたいですから。会長は急に会長になるんだからずるいな。私たちは慣れてるけど、あの子たち大丈夫かな。失礼します。あ、あずさお姉ちゃん。生徒会の人にあずさお姉ちゃんが呼んでるって言われてきたけど、どうかしたの？急に呼び出したりしてごめんなさいね、いくちゃん。実はあなたに大切なお願いがあるの。日向さん、さっきは本当にありがとう。助かっちゃった。どういたしまして。それで、いくさん、海さんのことだけども。中谷いくさん、新聞部です。ズバリ率直にお聞きしますが、ミスラベンダーとはどんなご関係で？あずさお姉ちゃんと私は幼馴染で。幼馴染？これは特ダネです。全校生徒のため深く掘り下げる必要がありそうですね。あの、その辺にしてもらえませんか？人には言いにくいこともあると思うので。そこを探るのが我々の仕事なのです。血液型は？お誕生日は？体はどこから洗いますか？ああ、窓の外を見てみろ。空飛ぶ蛇行牛が群れをなしてるぞ。シャッターチャンスって、そんなわけないでしょ。極寒地帯にいる動物なんですから。チェー、騙されなかったか。アリサお姉さま、姿が見えないと思ったらこんなところにいらしたんですね。この美さん、これはそのジャーナリズム精神にのっとった取材というか。1年生のクラスにまで押しかけて後輩たちを怯えさせることがですか？あなたたち、ごめんなさいね。この先輩の言うことは気にしなくて平気だから。さあ、行きますよ。待ってください。アリサはあくまで全校生徒の興味のために働くべく。行っちゃったみたいですね。あの、大丈夫でしたか？さすがにびっくりするよな。転校してきたばっかであんな風に質問攻めされたら。あ、自己紹介が遅れましたわ。俺じゃなくて、私は長吉スバル、よろしく。箱崎セリカです。転校生の中谷育さんですよね。私たち隣のクラスなんです。仲良くしてくださいね。こちらこそ。わからないことばかりだから、いろいろ教えてほしいな。それじゃあ今日のお昼はみんなで食べようか。きっと仲良くなれるよ。日向さんにスバルさんにセリカさん。まだ1日目なのに友達がたくさんできちゃった。さっきの人、高坂海さんって言ったっけ。あの人とも仲良くなれないのかな。
上手さお姉ちゃんが。の招待券をいただいたの。帰りに寄ってみない？パフェが美味しいって評判よ。ごめんなさい、気分が悪いの。遠慮させてもらうわ。それなら仕方ないわね。なら琴葉お姉様を誘ってみるわ。海、あまり無理しないようにね。いるのかしら。私は無理なんて何もしてないのに。帰ろう。海、行ったみたいね。あ、琴葉お姉様ですか。静香です。海が今教室を出て行きました。誘いには乗ってくれなかったので。はい、よろしくお願いします。これでよしと。あとはミス・ラベンダーとちゃんと話せるといいんだけど。あ、海ちゃん、よかった、まだ学校にいたのね。あ、アズサお姉様。海ちゃんとどうしてもお話がしたくてここで待っていたの。私とお話？あの転校生のことですか？え？ええ、そうね、いくちゃんにも関係あるけど。だったら聞きたくありません。海ちゃん、私はあずさお姉様のためなら何でもできるって思ってましたけど、あの子と仲良くするのだけは私にはできない。それはどうしてか聞いてもいい？それは お姉様が私よりあの子のことの方が。お姉様はあの子の方が大事で、私はあの子の代わりなんだって、そんなこと知りたくなかった。海ちゃん、心配させてしまったみたいでごめんなさいね。うまく言えるかどうか自信はないのだけれど、私は来年卒業してしまうでしょ。海ちゃんにお友達がいるかどうかずっと気になっていたの。でもそれは余計な心配だったって分かったわ。本当にごめんなさいね。いくちゃんは年下だけどとてもしっかりしているの。大切な海ちゃんを預けてもいいって思えるくらい。もちろん私のためでもあるわ。私は海ちゃんもいくちゃんも大好き。二人ともとっても大切なの。ねえ海ちゃん、もう一度私がいくちゃんと仲良くしてほしいって言ったら聞いてくれる？お姉様がそうおっしゃるなら。
そうじゃないわ。私にお願いされたからではダメなの。海ちゃんがいくちゃんと心から仲良くしたいと思っていないのなら、それは私の願いではないのよ。私は海ちゃんが心から笑った顔が見たいだけ。初めて出会ったあの日からずっとそれだけなの。初めて会ったあの日からずっと。じゃあお姉様はずっと。お姉様、私、あらあら、可愛い海ちゃんを泣かせてしまうなんて、私は悪いお姉様ね。違うんです、私が勝手に。それにしても静香さんはあの子のことをとても大事に思っているのね。今回の件、ミス・ラベンダーにものすごい剣幕で詰め寄ったって聞いたけど。あれはそのミス・ラベンダーには失礼なことをしてしまって。大丈夫。それに彼女も言葉で気持ちを伝えることの大切さに気づけたみたいだから。あら、海ちゃんだわ。あっちは1年生の、もしかしてミクちゃんに会いに。手に何か持っているみたいだけど、プレゼントかしら。まあ早速仲良くなったのね。海さんが手に持っているもの、私にはおもちゃの蛇に見えるんだけど。でも出会いというものは意外なところに転がっているから、おもちゃの蛇で仲良くなれるのかも。私なんてお昼寝していただけなのに、とっても可愛い妹が二人もできましたから。ミス・ローズのところはミキさんとセリカさんがいて安泰ね。静かにもいい妹ができると良いのだけれど。そういえば会長のところは海ちゃんが自分で選んだ妹じゃないんでしょ。いいんですか。そうね、でもとってもいい子たちだし、もしも嫌だったら言ってくれるんじゃないかしら。私は海ちゃんのこともいくちゃんのことも信じているもの。これは海ちゃんの苦労が忍ばれますわね。姉妹にはそれぞれの姉妹なりの形があるとは思うけど、こればっかりはそうかもしれないわね。待てないわ。失礼します。あらあら、イクちゃんとあなたはミス・ロータスの妹の。最上静香です。ミス・ラベンダー、海の友人として今回のことは許せません。あなたは海のことを何だと思っているんですか。え、
情は転校生さんに聞きました。二人に仲良くしてほしいと言ったそうですね。海があなたを慕う気持ち知らないとは言わせません。あんまりじゃないですか。いくちゃん、いくちゃんにとっても海ちゃんと仲良くしてほしいというのは負担だったかしら。負担とかはないけど、でもどうして私なんだろうとは思ったかも。それがわからないから私小坂さんのことを知りたいと思ったんだけど。転入以来あなたとたくさん話をしていたはずの中谷さんでさえこうなのに、海の不安が分かりました。二人に仲良くしてほしいというのは私の本心で心からの願いだったのだけど、でもやっぱり私はあずさお姉ちゃんじゃないから、人の気持ちを勝手に決めちゃうのは良くないと思う。そうね、特別言葉にしなくても分かってくれるだなんて、私海ちゃんにとっても甘えていたんだわ。あの子に謝らなくちゃ。あの、そういうことならお手伝いします。友達として海のこと放っておけませんから。それからたくさんの人の協力があって私は改めて海ちゃんとお話しすることができた。海ちゃん、泣かせてしまってごめんなさい。あなたはとても大切な私の。いくちゃん、私からのお願い、海ちゃんと仲良くしてあげてほしいの。海さんと仲良く？ええ、お願い、聞いてもらえるかしら。よし。やあ！今、なんだか遠くの方から悲鳴が聞こえたような。気のせいじゃない。そんなことより今はイクとレイの先輩を仲良くさせる作戦の話だよ。高坂さんにだってさっき落とし物してたから届けといたんだ。下駄箱に雲のおもちゃだった。スバルさん優しいですね。あ、それともイクちゃんから渡してもらった方が良かったでしょうか。でも私が会いに行っても海さんに避けられちゃうし。そっか、そうでしたね。なかなかうまくいかないものですね。なんでイクのことを嫌うんだろう。お互い全然知らない人同士のはずなのにな。花壇の水やり手伝ってくれてありがとね、イクさん。助かったよ。いいな、これくらい。私だって海さんと仲良くなる作戦手伝ってもらってるんだし。そのことでちょっと思ったんだけども、もしかしたら海さんは寂しいんじゃないだろうか。寂しい？私ね、弟がいて、弟のことは大好きなんだけども、
生まれたばっかりの頃、ちょっと寂しかったんだ。お母さんを取られてしまったみたいでね。なんとなくその時のことを思い出したんだ。そっか、ふみさんから見たら私が、あずさお姉ちゃんを取ったように見えてるのかも。寂しいのは気持ちのことだから、誰が悪いってわけでもないし、難しいよね。ねえ、イクさんはどうしてミス・ラベンダーと仲良くなったのかな。お家が近くて、小さい頃はずっと一緒だったの。遊ぶのも、お昼寝も、おやつも。それじゃあ、ミス・ラベンダーとイクさんは本当の姉妹みたいに過ごしてきたんだね。うん、私ね、今でも覚えてるんだ。小さくて泣き虫だった頃のこと、何でもないことで泣いちゃっても、あずさお姉ちゃんはすぐ来てくれて、優しく慰めてくれたんだ。ミス・ラベンダーは学園でもみんなに優しいよ。イクさんとずっと一緒だったからかもしれないね。あ、海、待って。もう、ちょっと、そこの転校生、中谷イクさん。え、あ、はい。が、あなたは確か海さんのお友達の。聞きたいことがあるの、あなたと、それからミス・ラベンダーにも。至急会わせてくださる。その後、すれ違っていたあずさお姉ちゃんと海さんはきちんとお話をして、仲のいい姉妹に戻りました。私も海さんのこと少しずつ知っていけたらいいな。あの、今までのこと、ごめんなさい。上級生として、あるまじき態度だったわ。いえ、私、気にしてませんから。それに、私も、香坂さんを驚かせたりしちゃったし。ダメよ。それじゃ謝ったことにならないわ。せめて何かお詫びを。お詫び？あ、そうだ。じゃあ、一つお願いは、聞いてもらえますか？ええ。わかったわ。けど、お願いって。あ、もしかして私に、二度とあずさお姉様の前に現れるなとか、そういう。もう、そんなわけないでしょ。というか、海、まさか中谷さんが何を望んでいるか、わからないの？そんなことを言われても、私にわかるわけないでしょ。本当にそうかしら。あなたもこの学園の生徒なら、わかるんじゃないかしら。この学園の。あ、そっか、そういうことか。よかったね、ルミさん。あの、このセントミリオン女学園には、姉妹制度っていうのがあるんですよね。私を、ルミさんの妹にしてください。もっとルミさんのことを知って、それで、仲良くなりたいから。え？まあ素敵。よ
かったわね、海ちゃん。乙女たちの日々は健やかに。こうしてセントミリオン女学園にまた新たな姉妹が誕生したのです。海さん、お待たせしちゃってごめんなさい。まったく遅いわよ。もうあずさお姉様はお待ちになっているんですからね。うん、急がなくっちゃ。せっかく久しぶりに3人でお昼が食べられるんだもんね。分かっているならよろしくてよ。それからうみさん、どうかしたの？なんでもないわ。早くしないと置いていくわよ。はあ、次の生徒会選挙の資料作り、はあ、終わりましたわ。ところでミス・バイオレットとエミリーさんは？お茶の買い出しに行ってるわ。二人が戻ったらお昼にしましょうか。そういえば会長、後継者問題落ち着いてよかったですね。後継者問題って？だって海さんが次のミス・ラベンダーになることに決まったんじゃ。そうだったかしら。私は特に何も聞いてないけれど。聞いてないも何も、海さんが会長の妹、転校生はその妹ってことでいいんですよね。ミス・ラベンダーは代々生徒会長の代名詞です。大事なことですし、きちんと説明していただかないと。そうね。でも私は、私たちが姉妹であればいいだけで、ラベンダーであることにこだわりはないから。また会長はそういうことを言い出すんだから。どちらにせよ、あと少しで生徒会選挙だもの。それまで頑張らなくっちゃね。そうですね。私たちにとって最後の大仕事ですから。この様子だとまた一波乱起きそうな気がしますけどね。行く、ひなた。今からお昼？一緒に食べよう。ごめんなさい、スバルさん。今日はお姉ちゃん。じゃなかった。お姉様たちと約束してるんだ。戦略があるんですね。残念ですけど、いくちゃんが皆さんと仲良くなれて本当によかったです。みんなのおかげだよ。ありがとう。それじゃあ私行ってくるね。いくちゃん、すっかりこの学校に馴染んでくれたみたいですね。よかった。本当によかったよ。あれ、あそこにいるのってスバルさんのお姉様じゃないかい？本当だ。私ちょっと行ってくる。お姉様、それでね、海さんにバトンが渡ったら一気に他の人を抜いて1位を取っちゃったの。すごいよね。別に
あんなの大したことじゃないわ。それよりイク、あなた授業中に様子見をしていたの？だってすごくかっこよかったし、海さんの活躍、はずさお姉ちゃんにも聞いてもらわなくちゃって。イクちゃん、とっても素敵なお話だけど、もう一つ気をつけなくちゃいけないことがあるわ。海ちゃんはイクちゃんのお姉さまになったのだから、お姉さまって呼ばなくちゃね。あ、そっか。それじゃあ、それはダメよ。ちゃんとお姉さまでなくちゃ。え、どうしてですか？いくちゃんにお姉ちゃんって呼ばれていいのは私だけだもの。だから海ちゃんも私のことはあずさお姉ちゃんって呼んでいいのよ。小さい頃みたいにね。昔に戻ったみたい。ねえ、イク、あずさお姉ちゃんってちょっと変わってるよね。うん、私もそう思う。もう二人で内緒話？ずるいわ。私も混ぜてくれなくちゃ。学び屋で気品を育み、庭園にて優美に歌う。ここは乙女たちが日々を謳歌するセントミリオン女学園。お客様方の反応が良くて安心しました。特に海ちゃんのエピソード。ああ、私がイクリンを怯えさせちゃった話、ごめんね。なんか加減がよくわからなくて。最初はびっくりしちゃったけど、今はもう平気だよ。海お姉さまはとっても素敵なお姉さまだもん。私もイクリンのこと可愛い妹みたいに思ってるよ。二人とも撮影を経てとっても仲良しになったみたいね。まるで本当の姉妹みたい。だったら私、あずささんにも本当のお姉ちゃんになってほしいな。それで三人で毎日一緒に遊ぶの楽しそうでしょ。本当にイクリンが妹だったら最高だろうな。毎日一緒に走り込んだりプランクしたり。プロデューサーもそう思うよね。あ、じゃあシャイドルを見る時間だけ一緒にトレーニングするのはどう？シャイドルってイクリンが好きなアニメだよね。うそ、リアさんもヨガをやりながらドラマを見たりするんだって言ってたよ。アニメも見れて筋トレもできるなんて一石二鳥だね。じゃあ早速みんなでやってみよう。二人
りについていけるかしら。お手柔らかにね。